はい、今回もですね、一人の超人を紹介していこうかと思うんですが、その超人というのがルピーンですね。あんまり登場はしていないんですけど、筋肉マン読まれてる方だと結構知ってる超人かもしれないですね。はい、まずは基本データからです。身長186センチ、体重が78キロ、超人強度が1万パワーですね。フランス出身です。で、怪盗アルセーヌ・ルパンがモデルなんですよね。痕跡を一切残さぬことで知られる神出鬼没の怪盗超人です。狙いをつけて盗めぬものは天下になしと恐れられていました。で、相手を出し抜く技は絶品。これはあの学研の図鑑の説明ですね。はい、なんで正直な話ね、登場する漫画のジャンルを間違えたかなっていうのはあるんですよね。まあプロレスのね、バトル、まあ最初ギャグ漫画だったんだけど、バトル漫画に出てしまったがためにね、ほとんど出番がなくなってしまったのかなみたいなのは感じました。はい、でその気になる実力なんですが、まあちょっとね、正直な話わからんのですが、一応テリーマンからもね、一目置かれてはいたんですよね。豪華なメンバーが来たなって、その中にルピンっていう名前を挙げていたんで。ただね、そのテリーが挙げていた名の中には、パワーね、超人強度2パワーのカニベースとかも入っていたんで、カニベースが強いか弱いかは何とも言えんのですが、テリーマンの見る目があるかどうかはわからないです。はい、ただ後でも言うように、一応ね、原作では最終予選の後のバトルロワイヤルまでは残っているんで、やっぱそれなりの実力はあるんじゃないのかなってのは、思いますね。ただね、あくまで本業は泥棒なんですよね。本人曰く超人オリンピックは趣味でやってるってことを言ってたんです。これはこれも後で紹介するんですが、小説のね、ディープオブマッスルの方で言ってました。ただ一方でですね、フランス政府から決勝トーナメントまで勝ち上がれないっていうことについて、チクリと言われてることも気にしてはいたみたいですね。はい、フランスはなんか正義超人不毛の地らしいんですよ。小説の中ではね。で、まあ、原作の筋肉マンでは、今言ったように第20回超人オリンピックから登場しています。最終予選のね、バトルロワイヤルのメンバーの一人だったんですよね、さっき言ったように。ただそこで相打ちになって死亡と、ただすぐに生き返ってるみたいですね。これね、自分最初ルピーンがいたこと分かんなかったんですよね。で、まあ、調べてみたら、一応バトルロワイヤルのメンバーに入ってるってあったんで、よくよく見てみたら、一応シルクハットをかぶったね、超人の後ろ姿がね、何回か目撃されてるんで、ああこれがルピンなのかなってのは、思いました。はい、正面からの、絵はなかったような気もするんですけどね。あとですね、ディープオブマッスルでもルピーンのエピソードがあるんですよ。それが神出鬼没怪盗超人ルピーン参上ってやつですね。で、ここではですね、まあ、サクッとストーリーを紹介すると、まあ、ルピーンは怪盗ではあるんですが、まあ、泥棒なんですけど、標的は悪名高い金持ちばかりで、正義の大泥棒として広く知られた存在だったんですよね。で、また誰も傷つけない方法で、かつ証拠も残さないことから逮捕されることもなかったようです。で、そんなルピーにですね、ハラボテ委員長からある重要な仕事の依頼を、されるんですよね。その依頼というのはですね、盗まれてしまった超人オリンピックのチャンピオンベルトの奪還だったんですよね。はい、盗み返してこいってことなんですよ。この話はね、要は筋肉マンがそのベルトを剥奪されて返納されてから間もない頃の話ですね。だからザ・ビッグファイトの前の話です。で、ここではですね、まあ、結果から言うとルピンは見事に筋骨マンからベルトを奪い返すことに、成功します。はい、この、まあ、カニベースとかもね、関わってたんですけどね。はい、ちなみにこのストーリーでは幼き頃のね、ボーンコールドが登場していますね。ボーンコールドっていうのは筋骨マンの息子で、筋肉マン2世で万太郎と戦っていますね。ノーリスペクトマーク3の人、マーク3として登場しています。はい、
で、あと筋肉マン2世にも登場していてですね、ここではヘラクレスファクトリー教官に就任しています。なおですね、そのロビン・マスクが本当最初の方に超人レスラー養成の学校を作るアイデアを主張した際にですね、学校っていう風に言ってるんですが、これが一応原作で唯一のルピーンのねセリフとされているみたいですね。はい、現在はね、今後追加される可能性はあるんですけど、そんな感じらしいです。まあ、ひょっとしたらちょっとね、さらに加わってる可能性もあるんですけど、まあそんなのあったらね教えていただきたいんですけどね。はい、でまたですね、究極の超人タッグ編ではカオスがですね、ルピーンのシルクハットを47万円で落札した時に一緒に撮った記念写真の中に登場してますね。はい、というかちょいちょいね、ところどころで出てるんですよね、ルピーンって。まとめるとね、やっぱそのアニメだとなんか杖1本で1トンのモンスターを上げてたみたいですけどね、うん、アニメが、うん、確かそっちだとな。ただ本来はレスラー向きではないみたいですね。だからまあ冒頭にも言ったようにレスリング以外のね漫画だったら活躍したかもしれないなっていうのは思いました。まあ、実際ね、その先ほど紹介させていただいたルピーンのねディープオブマッスルのエピソードっていうのは、まあそのディープオブマッスルの中でも結構面白く読めた方だとは思うんですよね、個人的には。うん、だからまあ今後登場するかどうかは分かんない。ちょい役ではね出そうですけどね、ルピーン。例えば結構ね、そのサタンから大事なものを奪ったりっていう大仕事をさせてみるのも面白いかもしれないですね。はい、ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。